キチャンネル。ジョブ。こんにちは。さあということで、はい、今回はボビーの、はい、コメント欄にも書いてたんですけど、はい、ボビーの起用法で、うん、やりやすかった作戦起用法についての動画です。はい。はい、ボビーさんシリーズ結構もういろいろ話聞いてますけど、まだあるんですか？まだあるんですよ。へえ。でしかもコメント欄でね、はい、ビッグボスとのことについての中では、はい、うん、誰が出るかは分かんないけど、はい、球場に来た時にはもう知れた方が練習できるよとかね、うん、はい、いろんなこと言ったんですけど、うん、だってあるでしょ、上司によって、はい、P によって、うん、やりやすいなって思う人もいれば、やりにくいなもあるじゃないですか。それも人によって全然違いますよ。なんでここそれみたいなね、うん、なんかこういう風に面談してくれるとか、うん、なんかこういうやり方取ってくれるとか、うん、まあ、全然やっぱ違いますね。あとラジオとかでも Q シートとか、はい、うん、全然見やすかったり見にくかったり台本も人によって全然違います。この台本見やすいなっていうのと、もう全然もう俺もベイラインで慣れてるから、ベイ F、はい、うん、ベイラインの台本を、うん、作る作家の方は、はい、Q シートと台本が一緒になってるんだよ、はい、あ、そうですね。そうだからもう時間も書いてるし、はい、その宣伝の、うん、広告も書いてるから、はい、すごいやりやすいのそれが分かる。でもところによったら Q シートと台本別の時あるじゃん、はい、はい、あります。これはどこみたいなね。そう、それ本当に Q シートもほぼほぼ見ない感じになりますよね。うん、だからそこら辺ね、うん、難しかったり結構あるじゃないですか、はい、うん、でその中で今日ボビーのっていうところで、はい、この前はその打者野手のね、うん、面についての起用法で楽だなと思ったんですけど、はい、今度はキャッチャーなんで、はい、投手編の起用法で、まあ、これいいなって思うところはね、まあ、皆さんも勉強していきましょうっていうところで、はい、うん、まあ、ボビーは中継ぎ、はい、3連投したら休み、うん、次の日、はい、で1試合30球以上投げたら次の日休みっていう、うん、あ、その30球っても決まりがあったんですか？そう、リリーフ出てきて30球以上の球数になった場合は次の日もうベンチ入んない、休み、絶対休みなんですか？入ったとしても別にブルペン行かなくていい、はい、もうユニフォームも着替えなくてもずっとロッカーで行ってもいい、はい、もしくは3試合連続で投げたら次の日は休みっていう、へー、そういうぐらいの明確な基準があったんですよね、はい、でももしですよ30球、まあ、すごいいいピッチャー、うん、勝ちパターンのいいピッチャーが投げました、うん、30球でもいっちゃいました、だから多分行く前に変えてるよね、多分行きかけた、明日も使いたいんだったら、え、もうじゃあ2アウトとかで変えちゃうってことですか、うん、あと30球行くってことは、うん、点ほぼほぼ取られてるよ、まあ、そっか、でもランナー満塁背負ったけど、うん、抑えたとかで30球ぐらい行って、うん、でもそれがすごい勝ちパターンだった場合、うん、次の日休みだから、でもその次の日めっちゃ1点差とかのしびれた試合とかでも、うん、違うやつ出てくる、休みなんですか、うん、それルールにのっとって、へー、あとは行くぞって言われないとブルペンで肩作っちゃダメっていう、行くぞって行けってことですか、うん、うん、厚木のが行くよって言われて初めて肩作っていいんだよ、へー、それまでだから今までだったらブルペンとりあえず1回作って2回作ってみたいな、はい、だから1回も作っちゃダメ、だから行かなかったら0回、へー、だから無駄なキャッチボールとか無駄なピッチングしない、へー、行くぞって言われて初めて作ってそのまま行くみたいな、だからでも、うん、普通にピッチャーの方って指示があって普通は動くんですよね、自分でも、でも最初にまずとりあえずキャッチボールしてとかあるじゃん、最初軽く作ってるやつらとかいるじゃん、それってもう自由に作ってるんですか、そう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 、自分でね肩温めたら、はい、そういうのも禁止みたいな、あ、指示があって行くって言われたら作っていいよっていう、うん、だメジャーがそうらしいんだ、はい、行くって言われて初めて作ってそのまま行くみたいな、はい、だから行くって言わないと作っちゃダメだから、うん、だから過度なキャッチボールとか過度なピッチングしない、無駄なピッチング一切なしみたいな、で、はい、俺のもう一番やりやすかったのが、はい、もう出てくるピッチャー分かるの、あ、もう決まってんのよ、はい、こうなったら、まあ、7、8、9と、うん、でその前だと5回以前だと、まあ、右だったら小見さんか高木さんみたいな、はい、で、5回から6回だと右だったらこの人、左だったらこの人、うん、で7回からこの人、はい、でもし延長になったら前投げてない人が後ろに来るから、うん、俺ほぼほぼ次誰出るか多分 90% 正解、へー、もうボビーの時は、はい、だからもう次誰出てくるか試合しながら分かるから、うん、もう多分誰準備してんだろうな、はい、このイニングでこういう打順流れからこういう並び準備してんだろうなってなってきた時に、あ、多分こうなったらこのピッチャー出てくるなっていう時によ、はい、これが多分最後のバッターやと、はい、このピッチャーに対して、うん、もしこれ出したらこのバッター出したらピッチャー変わるなと、うん、で変わったらあのピッチャー必ず出てくると、はい、そうなった時に次のバッター見比べて、あ、これだったらここ無理やり勝負しなくても、うん、まあ、万が一フォアボールでもいいなと、はい、そしたらあのピッチャー出てきてこれでしょ、うん、それだったらこっちの方がやりやすい、うん、ってなるとフォアボールでもいいなって配球できるんだよ、
また配球の仕方も変わってくるんですね。そう、そんで、うん、出ました、はい、はい、交代、はい、出てきました、はい、OKOK、想像通りみたいなね、うんうん、だからその次も頭に入れてできるんだ、はい、で、もしくはあら、きついな、でもここ出したらもう交代っぽいなみたいな、うん、でもこの状況だとここで出したらあれとあれやろみたいな、うん、いやーきついな、無理やりでもここ勝負した方がいいなみたいな、あっていう時もあるのよ、次を予想して、うんうん、変えられてあれがこれが出てくるんだったら、はい、こっちの方がリードしやすいから、うん、それだったらもう最後思い切ってでも勝負いった方がいいなっていうのもできるから、はい、次誰が出てくるか分かるから、はい、そうキャッチャーもそれを把握しながらこのバッターに対してどうするかを決めやすいのよ、うん、なるほど、それが人によったら、うん、もう誰出てくるか分かんない時があるから、はい、いろいろ出てきたら、はい、ここでこいつ、俺あいつやと思ってた時にこいつが出てくるんだったら無理くりでも勝負してよかったみたいなとかもあるし、ボビーさんでもいろいろ使うことはしないんですか。もういや決まってるから、その行くところがいろいろ使うけど、はい、ピッチャーはあもう行く場面みたいな、 7回だったこの7回だった藤田さん、8回だった虻田さん、はい、9回だった小林真さん、うん、で6回5回で変わるときはこの2人の右左どっちか、うんうん、で前半に先発組んでたら小見さんか高木さんみたいな、はい、だからもうその状況によって誰が出てくるか分かってるから、うん、で途中からだったらこの選手みたいな、はい、回の頭からだったらこの選手みたいな、うん、もう9割方もう俺と意見が一致してるから、あパターンが大体もう決まってるんですね。そう俺の中で分かるのよ、あこういう状況になったら、うん、ボビーの考えが分かるから、はい、あこういう状況になったらこの選手出てくるんだ、だから9割方もう本当あの、うん、えっていうやつほぼだ、へどっちかなっていう時のどっちかはあるよ、うんうん、でももうどっちかなの外れるの入れたらもう 100% 当たってるんだよぐらい誰が出てくるか分かるから、うん、それを考えながら、うん、このバッターをどうすればいいかを次のバッターも含めて考えれるからすごいやりやすいんだ、でも監督によったらもう誰出てくるか分かんないから、あここでこいつだったら無理くり勝負しといた方がよかったわみたいなのもあるし、うん、はい、変えないのみたいな、うん、変えないんだったら無駄にフォアボール出す必要なかったなとかもあるから、はい、そういったところの意思の疎通がはっきりしてたからすごいやりやすかったね、うん、出てくるピッチャーだから出ていく人たちも多分分かりやすいよ、うんうん、あのこういう時俺って分かってるから、あでも行くぞって言われるまでキャッチボールはしないわけですよね、うん、でも行くぞって大体言われるから心の準備できてる、あだから出すあの試合出てないとこも途中からでも、うん、もうハッサンとかとあこの状況になってハッサンですね、あこれだったら僕ですね、だからあのあそこでもし代打だったらハッサンだし、あそこまで来たら俺っすねって言いながら準備できるんだよ、もうそこに合わせて、はい、でそれになるだけだから、なんかもともと自分であのいつ行くか分かんないからキャッチボールとかしなくてもその短時間でまあ温めるやらなきゃいけないから、そういうのをやる練習だよ、もうあそっか、そういう練習もできてるのか、そうそういうポジションで行くって分かってるので、うん、そう1回決めでも行くっていうのがもうそれがルーティンになって、はい、それを習得しなきゃいけない、へえ、だから無駄な消費ないよ、そうですね、うん、今日試合出なかったけどブルペンで50球投げたわとか言う人いない、でもそんな投げる人いるんですか、ブルペン、だって2回作りだったら20球2回投げたら40球になるからね、そっかでキャッチボールも入れたら50球ぐらいになるから、そうですね、うん、確かにそう思うと結構ブルペン合わせると結構の球数みんな投げますね、うん、そうだからそういうのもなかったし、うん、やってる方も無駄に、はい、はみたいなやつ出てこないからまあそれが本当に難しいのよ、でもそんな監督の采配でこの人ってなる時あるんですね、全然あるよ、こっちの想定と違う時が、 あとはここ誰出てくんのみたいな、はい、だからもうポジションがあっちで勝手に変えられちゃうと、うん、そのイメージがしづらいから、はい、それ難しくなるね、そうですね、誰出てだって交代する時に、うん、だって解説でもよしてたらまあだってここはこいつやろって分かるやん、うん、それが分かんなかったらきつくない、え誰かなみたいな、そうですね、ファンでもまあ固まってるチームはあもう次ここだったら伏せに行ってたねとか、うん、そうそう分かるじゃんね、それが789の方程式だと分かるんですけど、はい、イニングの途中からとかって分かりづらいじゃん、難しい、でもそこも分かるから、はい、だからそっちの方がよく分かるから、それを理解してやりやすいっていうのは非常にこのリードもやりやすかった、はい、だからそういったところもボビーは非常にやりやすい環境を作ってくれてたし、うん、あの俺とか多分文句言うから、はい、休ませる時も、うん、選択肢俺に与えてくれるからね、はい、どういう分、あの楽天に仙台行った時に移動ゲームだった金曜日に、はい、練習しようかなと思ったらボビーが通訳がどこどこで来て、はい、サッサーに聞きたいことあります、うん、って何ですかって、この中からどれか選んでくださいって、うん、それ日本語で言ってるんですか、そう、今日出る、うん、DH で出る、はい、休む、うん、どれって、はい、なんて答えるんですか、いやその日の自分たちのピッチャーと相手のピッチャーの天秤にかけてキャッチャーで出るか DH か休むか決める、へえ、いや今日相手のピッチャー俺苦手やしな、
休もうみたいな、とか、うん、いや今日のうちのピッチャーいろいろ面倒くさそうやし大変そうやな、でも相手のピッチャーは打ちやすそうやしな DH でとか、でもそれ普通なんか選手だったら休むか出るかって言われてなんか休むっていう勇気ない気がするんですよ、うん、でも休むっていうのが一番喜ぶよボビーを、休んでほしいから言ってきてんのよ、あでも勝手に休ませると俺が文句言うから俺に聞きに来てんだけど、はいはい、うん、でもその試合出たら次の日のナイターで休みだから、あ、まあ、必ず休みは取るから、そうで土曜か休みか金曜日休みだけだから、はい、だから俺は明日と今日どっちがいいかなって天秤にかけて休むかどうか決める、はい、あなるほど、でその出るのも DH かどうかを決めるっていう、うんうん、だから明日の方がいいなちょっともう今日休みますって言うと、うん、OK って言われて嬉しそうに、その OK すごい気持ちいいですね、うん、でも しっかり休んで、しっかり休むんだけどなんかバタバタしたら3回ぐらいから、うん、さっさん用意してって言われるから、はい、はいよお前休みじゃなかったのかよお前、しかも3回ってそれだったらもう最初から出してくれよみたいな、出ない気だったのにっていうそれは早いよみたいなのも、うん、あったけど、はい、あのそういったところとかはいろいろコミュニケーション取ってくれたりとか、うん、まあ、意思を疎通できてるから、うん、ピッチャー次誰が出てくるとか試合出てても分かるから、うん、そういったところは非常にやりやすかったなっていう、投手起用によってもやっぱ監督によって全然違いますね、そうですね、ルールが、うん、だって仕事してても次何が来るか分かんなかったら厳しいでしょ、はい、そうですね、でなんかまあこうすごいいろんな人に仕事を振り分ける部長とかもいれば、なんかやたらこの人に頼む頼みやすいのかなとかいう人もいますし、うんうん、まあやり方様々ですね、上司も、そうですね、うん、まあでも俺がそのボビーの中でまあやりやすかったとか、はい、まあこういうところはいいんじゃないのっていう今日はお話でした、はい、はい。